押し入れの整理をしていた時、古びたノートの間から出てきた一枚のシール。もしあの時交換してなかったら、明美から何かもらってたら、私は全身を這い上がるおかんと共に、おぼろげだった記憶が鮮明に蘇ってきた。もう40年以上も前、私たち家族は閉鎖的で古い因習に縛られた片田舎へ引っ越した。はじめまして、当の舞です。よろしくお願いします。当時父は田舎の駐在所勤務が続いており、転勤に伴い私は数年おきに転校していた。小6の時の転校先は山に囲まれた田んぼだらけの寒村の小学校で、全校生徒は100人弱。よろしくね、舞って呼んで。すでに転校も慣れたもので、自己紹介の後一番後ろの空いた席に着き、隣の女の子に話しかけた。声をかけた後気づいたのだが、その子は異様に顔が大きく、開いているのかわからないほど目が細かった。よろしく。動作や話し方も普通より遅く、全体的に薄汚れてて、子供心にも少し障害のある子なのかなと思った。でも、のんびりでも会話は成立するし、その子、明美とよく話すようになったのだが、舞ちゃん、明美と関わらない方がいいよ、呪われるから。しばらくして、明美以外の女子全員から呼び出され、リーダー格の稽古が切り出した。え？呪いって、勘違いじゃない？違うよ、明美と話した日に怪我した子いるんだから、うちのパパとママも言ってたもん。そんな非現実的なことはないと反論するが、彼女たちは固く信じているらしかった。誰も明美と話さないことは気づいていたが、こんな理由だったのかと呆れてしまう。とりあえず明美ちゃんには気をつけるね。絶対だよ。全く納得いかないが、どう説得すべきかわからず、適当にその場を取り繕った。とはいえ、席は隣同士で、明美と話すのは私だけ。二人組になる時など必然的に一緒だが、おはよう明美ちゃん。おはよう。夏が過ぎ、秋になっても私は呪われることなく、平和な日々が過ぎていった。その頃から他の女子も安心したのか、ポツポツ明美に声をかけるようになり、はい、これ。 ありがとう。プリントを渡すとか些細なことだったが、私は古い因習に少し風穴を開けた気分になってた。そんなある秋の日曜、家の周りの田んぼで近所の子たちと遊んでいると、明美が通りかかった。うち遊びに来る？うん、いいよ。他の子たちは蜘蛛の子を散らすように去っていったが、気にせずついていった。明美の家は山一つ越えたところにあり、屋根も壁もトタンの小屋みたいな建物だった。ここ。お邪魔します。家の中も小さな台所と和室一部屋の簡素な作りで、明美はいつも一人で遊んでいるらしかった。おもちゃも低学年向けの絵本以外なく、私はすぐに飽きてしまい、外で遊ぼうか。いいよ。山を案内してもらい、夕方まで遊んだ。私、そろそろ帰るね。まだ、遊ぼ？引き止められたが、また遊ぶ約束をし、帰った。翌週の日曜、また近所で明美に会い、家へ遊びに行くと。あ、人形が増えてる！新しいおもちゃで遊び、帰り際、再び引き止められたが、約束して別れた。翌週も誘われて家に行くと、今度はいろいろなボードゲームが。その翌週も明美に会い、家に誘われたが、毎週のことで少し飽きてきていた。今日はこの辺で遊ぼうよ。3時頃まで一緒に遊び、私がおやつを食べに帰ると、明美も自分の家へ帰っていった。翌日登校すると、明美がシールを私に差し出してきた。あげる。明美は不参加だったが、当時女子の間では可愛いシールの交換が流行っていたのだ。あ、花柄のシールは可愛いラメ入りで200〜300円はする。ただでもらうのも気が引けるので、私はとっておきのシールを取り出し、明美に渡した。交換ね。お。明美は驚きと困惑がない混ぜになった顔をしたが、私は良い交換ができたと内心満足していた。思い返すと、明美の持ち物が少しずつグレードアップしていったのはその頃からだった。流行りの文房具に可愛い洋服、身綺麗になっていく明美に一部の女子は反感を持つが、その手のことに疎かった私が気づくことはなかった。そして冬の初めのある日、事件は起こった。このシール可愛いね。明美ちゃんにもらったの。恵子は一瞬顔を引きつらせるが、ふーん、明美から。隣の席の明美を足元から頭まで意地悪そうに見つめると、そしてつかつかと隣の席に近づき、明美の最新型の筆箱を掴んだかと思うと、これちょうだい。ちょ、な。私が止める間もなく、恵子は筆箱を持って仲の良い女子たちの方へ走っていってしまったのだ。ねえ、先生に言わなきゃ。いいの。慌てる私をよそに、明美がぼそっとつぶやいた。その代わりをもらうから。え？
よく聞き取れなかったが、明美は細い目をさらに細めてそう言った。すぐにチャイムが鳴り、先生がやってくるが、授業中突然恵子が痙攣を起こし倒れたのだ。騒然とする教室、慌てて救急車を呼ぶ先生。明美は運ばれていく恵子をじっと見ていた。放課後、担任に呼ばれ校長室へ行くと、恵子の両親と校長、教頭が顔を揃えていた。なんでこの子は無事なの？恵子は、舞ちゃんは大丈夫だったって言ったのに！おい。飛びかからんばかりの母親を父親が制した。驚いていると、校長に優しく尋ねられた。舞さん、明美さんから何かもらった？シール、もらいました。なんでこの子は無事で？明美から。はっと息を呑み、私を見つめる大人たち。明美の呪いのことだと気づき補足する。私はシールを交換しただけです。恵子ちゃんみたいに筆箱取ってません。交換だから？お前、それを恵子に言わんかったんか。崩れ落ちる母親と激高する父親。その時、制服姿の父が入ってきて、大人たちが静まり返る。この子は駐在さんとこの子か。舌打ちして恵子の父がにらみつける。私は呆然自失のまま父と共に校長室を出て、そのまま家に帰った。家では狼狽した母が待っていて、父は再度学校に行った後、しばらくして帰宅。何が何だかわからないが、相手は村の有力者だ。前に何かされる前に引っ越そう。こうして急遽、町に住む祖父母の家への引っ越しが決まった。翌日から私は学校を休むことになったが、引っ越す前日、家を抜け出し、明美の家へ向かった。あの子のこと、確かめなきゃ。何度か通った山道を登っていると、棚田で作業する老人が話しかけてきた。おい、何しとんだ？友達の家に遊びに行くと言うと、作業を中断し、老人が近づいてきた。この山の中に人なんか住んでねえぞ。そんなことないよ、明美ちゃんって子、何回も言ったもん。その瞬間、老人の顔色が変わった。駐在さんとこの子か、あいつらに見つかったら何されるかわからん。わしらも小さい子を手にかけるなど説得するのが精一杯だよな。だから早く帰れ。物騒なことを言われ驚くが、老人は事情を知っているらしい。明美ちゃんは無事なの？ああ、誰もあいつには手を出せんよ。恵子ちゃんは？生きてはいるが、もう関わっちゃいかん。今日は運が良かったんじゃ。さ。再度帰るよう促される。恵子ちゃんは明美ちゃんに呪われたの？みんなそう言ってたよ。若い者の間じゃそういうことになっとるんか。違う、もともとあれはそういうもんじゃない。とにかく帰りなさい。険しい表情で促され、私はうなずいた。だが、山を降りていると、脇の獣道から突然、明美が出てきた。明美ちゃん、無事でよかった。私、引っ越すことになったよ。どうなってるか全然わからないけど。矢継ぎ早に話しかけたが、明美の様子がおかしい。うつむく明美の肩に手をかけようとしたとき、ない。え？明美は視線を上げ、私に顔を近づけると。舞ちゃんは、だから、もう、取れない。途中、よく聞き取れなかったが、そう囁いた。わずかに開いた明美の細い目が黒く塗りつぶされたように見えたのは、光の加減だったのか。にやりと笑った明美は、いつもと違う何かのようだった。あっけに取られる私を残し、明美は参道を駆け上がっていった。それが明美を見た最後。翌日、私と母は祖父母の家に引っ越し、間もなく父も季節外れの年末人事異動で転勤。その後、私は町での生活に慣れるのに必死で、全ての記憶は薄れていき、家の中でもあの一件はタブーとなり、時間が過ぎていった。でも、今思い返してもおかしなことばかり。山中に一人でいた明美、両親は一度も見ていない。いつの間にかおもちゃが増え、身綺麗になったが、なぜ明美からもらうといけなかったのか。あの大人たちの反応、その後恵子はどうなったのか考えても、何も答えは出ない。